アイテム番号、SCP-522JP、T。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、現在 SCP-522JP、T には、閲覧収容と同時に閲覧記憶を抹消するミーム処理が施されています。この処理はセキュリティクリアランス2以下の職員にのみ働きます。セキュリティクリアランス3以上の職員は、本報告書を読んだ後、各自記憶処理をしてください。また本来の SCP-522JP の記事の内容も真実です。SCP-522JP も現在収容対象となっています。SCP-522JP については、SCP-522JP、T の影響を受けていない職員に必要事項だけを伝え、管理を行ってください。説明、SCP-522JP、T は、異常性を持った SCP-522JP 報告書です。SCP-522JP 報告書を読み、その内容が記憶に残っている間、読者、以下、SCP-522JP-R はその時点まで保持していたフランスパン濃度に関する記憶を完全に失い。また SCP-522JP-T 以外のフランスパン濃度に関しての情報を認識することができなくなります。この異常性により、SCP-522JP-R は SCP-522JP-T に対して、通常、意味不明な報告書、もしくは、たちの悪い情句、という意識を持ち、人物によっては SCP-522JP-T の削除を求めます。また、SCP-522JP-R は日常生活において違和感を感じます。これは例えば、テレビ局で行われるフランスパン濃度予報コーナーを全く認識できなくなる、等の、断片的な記憶喪失によるものだと考えられます。現在この異常性は SCP-522JP-T の記憶をすべて取り除くことで対処できることが分かっています。この報告書を読んだ財団職員は、各種実験や研究を行う前に必ず記憶処理を行ってください。ほい。あなたが混乱していることは分かっています。しかし、今これを読んでいるあなたがどんなに否定しても、現にフランスパン濃度は存在します。フランスパン濃度は、湿度、や、気温、のような日常にありふれた数値であり、あなたは今日の朝もテレビでフランスパン濃度予報を見たはずです。財団の行う研究、実験にはフランスパン濃度が必要です。記憶処理をして、あなたの職務に戻ってください。博士、